私にはアイラという親友がいる。小学校の頃から仲良くなり、中学も一緒、高校もめでたく同じところに入学した。アイラは少し気弱なおとなしい性格で、どちらかといえば勝ち気な性格の私に振り回されながらもずっと仲良くしていた。アイラは私とお揃いのものを持つのが好きで、筆箱やキーホルダー、アクセサリーなどをよくお揃いにしては、いちかちゃんとの親友の証ね、と言って笑う。そんなアイラが私も好きで、ずっと仲良くしていた。高校も2年生になった梅雨の頃、アイラがよく怪我をするようになった。それも奇妙な事故での怪我が続いた。最初は学校の階段でよそ見をしていた他の生徒にぶつかり、落ちはしなかったが足首をひねった。次は通学中にアパートのベランダから植木鉢が目の前に落ちてきて、割れた破片で腕を切った。この前も下校中にブレーキが効かなくなった自転車とぶつかりかけて、腕にあざを作っていた。そのすべてがここ一月の間に起こっているのだ。あんた呪われてるんじゃないの？放課後のファーストフード店でポテトを口に放り込みながら私は告げた。向かいの席でアイラは苦笑いを浮かべている。まさか、偶然だよ。それに私なんか呪っても得なんて何もないよ。両手を顔の前に上げてブンブンと首を振っている。相変わらずの態度についため息が漏れる。まあ呪いは冗談にしても不幸続きなのは確かなんだし、お守りでも買いに行けば？今週末なら予定ないし付き合うわよ。私がそう提案すると、アイラは少し考えた様子の後で、困ったような照れているような複雑な表情を浮かべている。実はお守りはもうあるんだ。そう言ってアイラがカバンから取り出したのは一本の赤い折りたたみ傘だった。私はその傘に見覚えがあった。私が先月あんたの誕生日にプレゼントしたやつじゃん。なんでそれがお守りなのよ。意味がわからないが、アイラは傘を袋から取り出してみせる。よく見ると折り込まれた骨のいくつかがいびつに曲がってしまっている。いちかちゃんがせっかくお揃いでプレゼントしてくれたのに、申し訳ない話になっちゃうんだけどね、今まで危ない目に遭うたびにこの傘の骨が一本折れていたの。私には理解できないが、アイラは真剣な顔で続ける。私も気づいたのはこの前の自転車とぶつかった時だったんだけど、あの時に3本目の骨が折れてた。それで考えたんだけど、今までの事故だってもっと大怪我をしていてもおかしくなかった。でもギリギリ軽傷で済んでたのはこの傘が身代わりになってくれたんじゃないかなって。きっと私たちの友情が怖いことから私を守ってくれてるんだよ。傘を握りしめて熱弁するアイラを見て、私は笑ってしまった。あんた、高校生にもなって友情とか恥ずいことをガチトーンで言わないでよ。私が笑いながら言うと、アイラは頬を膨らまして拗ねたように、私は本気だもんと怒っていた。ごめんごめん。でも、その傘が守ってくれたとしても、危ない目に遭ってるのは確かなんだからさ。やっぱりお祓いとかは行ってみた方がいいかもよ。私がいいところを探しておいてあげるからさ、一緒に行こう。その日はそう言ってアイラをなだめて説得して、お互い帰宅した。それからしばらくはなかなか予定が合わなくて、アイラとは稀に一緒に帰るくらいになってしまった。やはりあれからも危ない目に何度か遭ってしまっているらしい。怪我も傘の骨折も増えていってしまい、ついに傘の骨も残り一本になってしまっていた。
最近は顔や足にも傷があり、痛々しい姿になってしまい、周囲からも距離を置かれている。やっぱり最後の一本が折れちゃったら次は私死んじゃうのかな。電話越しにアイラのそんなつぶやきが聞こえる。今日は一緒に帰る予定だったが、急用が入りアイラとは待ち合わせをして別れた。そんなことあるわけないよ。明日は土曜だし、一緒に神社にお祓い行こう。いいところ見つけたから、きっと払ってくれるよ。用事を終わらせ学校を出ると、すぐにアイラに電話をかけて、待ち合わせ場所に向かっていた。この頃のアイラは、かなり弱気になってしまっていた。アイラを励ましながら空を見る。空は曇り、今にも雨が降り出しそうだ。それにさ、アイラの傘がダメになったら、私の傘をあげるから。そしたらまだまだ大丈夫じゃん。新しい傘になったら、明日までなんて余裕余裕。暗い気持ちを吹き飛ばすようにわざと明るい口調で話すが、アイラは黙ってるままだ。なんだか胸騒ぎがする。暗くなってると良くないよ。楽しいこと考えよう。駅前に新しく作ってるカフェも行かなきゃじゃん。あ、ほら、前に気になるって言ってた男子も誘ってみんなで行こうよ。自分でも何を言っているかわからないが、とにかく話さなければいけない気がした。先ほどから心臓が早金を打って止まらない。いちかちゃん。アイラが私の名を呼ぶ。アイラ、どうしたの？その先の声はなく、私に聞こえたのはパキリという何かが折れた乾いた音とクラクション、そして何かがぶつかる轟音と何かが潰れる嫌な音だけだった。気がつけば土砂降りの雨になっていた。アイラの葬儀からしばらく経ち、四十九日の法要にも参加した帰り道、降りしきる雨の中で彼女とお揃いだった赤い傘を差して歩く。もしもし、あ、こっちは終わったよ。うん、大丈夫、仕方ないよ。大事な試合だったんだから。結果は？やった、おめでとう。あ、じゃあ明日のデートはお祝いもしなきゃだね。私も楽しみにしてる。じゃあまたね。大好きだよ、トモキ。彼氏との電話を切って好きな音楽に切り替える。トモキは最近付き合い出したクラスメートだ。親友を亡くし悲しんでいた私を励ましてくれたことがきっかけで付き合い出した。ずっと片思いだったトモキ、私とアイラが好きだった彼、ずっと私が好きでやっと友達になれたのに、後から惚れたあの子はずうずうしく私に相談なんてしてきちゃって本当に許せなかった。だからたくさん調べてあの赤い傘の呪いを見つけた。すぐに死んじゃったらつまらないから、たくさん怖い目に遭ってから行くように。最初の方は傘がお守りになってるなんて勘違いしてたから笑いをこらえるのが大変だったわ。でも残り少なくなってきてからのあの怯え方は最高だった。まさか本当に聞くとはね。ぽつりとつぶやき空を見る。アイラが言った日と同じような雨雲が空を覆っている。最後の瞬間が見れなくて残念だったけど、今は無事にあの子もいなくなって、友樹は私のものになった。つい口の端が歪み笑みがこぼれてしまう。まだ法事の会場の近くだ。知り合いに見られているかもしれない。信号で立ち止まり周りを見る。
誰もいない。薄暗い曇り空の下で雨が降りしきっているだけだ。何か違和感を覚えた途端にイヤホンから聞こえていた音楽が途切れ、着信を知らせるメロディーが流れる。きっと友樹が何かまだ伝えたいことでもあったのだろうと、スマホを見ずにイヤホンを操作して電話に出た。もしもし、友樹？私の声に答えるようにバキリと音が鳴り、目の前の傘の骨が折れた。何が起きたかわからずに呆然と傘を見つめていると、いちかちゃん、イヤホンから声が聞こえた。アイラの声がねっしりと、先ほど折れた骨の隣の骨が歪む。私全部知ってたよ。ボキリ、また別の骨が折れる。え？体が凍張る。いちかちゃんが彼を好きだったことも。ベキリ、傘におまじないの細工をしていたのも。ミシ、私は本当は彼はどうでもよかったの。ボキン、アイラの声がするたびに傘の骨が折れてゆく。いちかちゃんとお揃いになりたかっただけ。ベキリ、体が震えて動けない。だからね、傘もちゃんとお揃いにしたよ。え？はあ？その瞬間、ものすごい風が背後から吹きつけてきた。最後に残った骨がへし折れ、傘が煽られて逆向きに壊れる。飛ばされそうな傘に引っ張られよろけて車道に出てしまった私の耳に聞こえたのは、クラクションとブレーキ音、そしてアイラの嬉しそうな声だった。これでまた一緒だね。